名古屋市千種区今井日和参りました、歓喜団と申します。さあ、女の子が恋したのはいつも見ている名古屋市電の車掌さん。身の回りの何でもない出来事が実は未来へとつながるきっかけかもしれません。歓喜団がお送りする今井家エンターテインメント未来切符、今井家初日本昭和村行き出発進行。ありがとうございました。次は今井家、今井家